ます。ありがとう。よかった。今日は収録楽曲の全曲、収録曲を全曲披露と、あとはミュージックビデオの、はい、公開もありましたが、皆さんいかがでしたか？まあちょっと配信は最初なんかちょっとトラブルがあったみたいで、そう、私たちちょっとそれ分からずね、パフォーマンス終わったらなんかそうすごい慌ただしくスタッフさんがすごい動き回ってて、でなんかすごい雰囲気だったの、なんかやばいやばいみたいな、そうで、なんかあった、なんかやらかしたかなと思って、そうで、どうしたんだろうと思ってたら、なんかどうやら音ずれがあったみたいで、そうで、ちょっともう一度パフォーマンスをやり直しさせていただくという事態になってしまいましたが、まあでも2回できたおかげで、もう2回目は完璧に間違えることなくできました。1回目実は間違えてたんです、ちょっとところどころ、そう止まっちゃってたみたいで、そうなんです。でも私たちも多分2回できて嬉しかったとそうなんです。はい、ということで一緒の花火と、あと私が参加してるカップリングが涙が枯れるまでそばにいる、涙が枯れるまでそばにいるをも披露となりました。いやー、いい曲だし振り付けもすごい好きでね、結構こうなんだろう、疾走感のある曲と振り付けと、うん、他の2曲あと2曲も見てたんですけど、いい曲だし衣装も可愛いし、うん、すごくね、それぞれこう色が違っていいですねいいですよねそうなんです。でミュージックビデオなんですけど、どうでしたか？すごいよね。そうなの、そうなの、最高でしょ？ありがとうございます。そう、もうね、本当になんか、なんて言うんだろう、今までにはないね。今回ロケでしたし、MV が。そう、柏崎でね撮影させていただいて、佐藤 JK になったんですよJK やりました、制服着て、三つ編みして制服着てプールになんと制服のまま飛び込むというあれね、いやプール入ったのなんていつぶり、本当に久しぶりすぎて、もう10何年ぶりとかですよ。だからしかもプールに飛び込むなんてもう やったことないから、だっていけないことじゃんだからほんと、しかも飛び込むシーンは、そう、一サビの飛び込むのはもうあれ一発撮り、何あそこで絶対決めないといけなかったから、もう本当に緊張した、うん、そうなんです、いけないことをやっちゃいましたミュージックビデオでしかできないよね、あれはからプールも、そう、制服のまま飛び込んで楽しかったし、そう、あとダンスシーンもすごい、あれは長岡の丘陵公園で撮影したんですけど、ね、
その緑とあと私たちの衣装、紫の衣装すごいね、映えてたよね。そうなんです、めちゃくちゃ綺麗な映像でした。で学校のシーンも良かったし、さ今回なんか映像がなんて言うんだろう、ちょっとレトロな雰囲気になっていて、うん、そうあのデジカメでね、そうを使って撮ったんですけど、メンバー同士で撮り合うみたいなシーンもあって、そうなの嬉しかった。いやそうあのミュージックビデオの撮影でコンデジを初めて使ったの。そうオールドコンデジっていうらしいそうをそうコンデジ使ったんだけど、もうあれすんごいよね。そうなので、実際こう映像になるまで、この MV になるまで中身、撮影のした中身を確認できなかったから、どんな映像になってるのか本当に MV で知ったんだけど、めちゃめちゃいい感じに撮れてましたね。そうあれ欲しい、めっちゃ欲しいんだけど、あれ欲しくなるよ。あれはか流行ってたんだね。いやそうだよね。でもなんか今も来てません、ブーム、コンデジブームみたいな、うん、使ってみたかったんだ。そうね、わかる、うまく撮れてたよね。そうなの、よかったそう私がコンデジ持ってるシーンもあの使われてたし、そうあとね私自分のカメラもあの自分のねやつ、自分のカメラもね、そう映像入ってるかなと思ったけど、ミュージックビデオでは使われてなかったかな、うん、自分のカメラ、マイカメラを持ってる様子をコンデジで撮ってもらった映像もあったんだけど、あれはそこは映ってなかったから、そうマイカメラデビュー、マイカメラミュージックビデオデビューはちょっと叶わなかったのですが、ね、映像あったらいいけど、あのコンデジで撮った映像全部欲しいってくらい、うん、ね、なんかどっかでメイキングとかでもしあったら、うん、いいけど。でもオフショットはいっぱい撮ったので、あの載せますね。そうインスタにも載せるし、いっぱいある、もうオフショットめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。自分のカメラで撮ったのもあるから、そうあと今回ミュージックビデオ撮影の時にあの自分のカメラでメンバーのこともいっぱい撮ったので、そうそれグループラインにめっちゃ送ったから、何百枚も、だからちょっとメンバーが、まあ、使ってもらえたら私の撮ったやつとか、そうあともう自分のカメラを撮影の時はあのマネージャーさんにお願いしますって、でいっぱい撮ってもらった、自分のことも撮ってもらったから、そうちょっと使ってもらえたら嬉しいし、自分も載せますし、そうで、あのプールのシーンの話していいですかこれすごいんですよ、プールのシーンが実はあれプールのシーン朝一の撮影だったんですよそうこのミュージックビデオあれ1日で撮ったんですけど、もう初っ端プールびっくりした、スケジュール見た時にプールのシーンが一番最初でそうだからもう朝プールに飛び込む、そう朝からもうずぶ濡れになって、そのおかげでもうむくみも取れたし、もう目も覚めたし
よかったんです朝一で、うん、でもね今回のミュージックビデオはそんなに朝早いんだけどそこまでで早くなくて、まあ、3時くらいに起きて、うん、いやでももっと早い時あったので2時とかあったのでちょっと遅い方ではあるんですけど3時起きくらいでメイクしてプールはプールのうち5時くらいからそう撮影したそれ5時の飛び込みプシャーって目も覚める脳みそも起きたし早いか、まあ、早いですねさあ、うん、そうでプール飛び込んでなんかで私水の中で目開けられる目開けたことなかったの小学校の時はゴーグルしてたしプール授業の時で目を開けるのが本当に不安だったんですけどなんか意外といけましたね、うん、そうでもあのもちろんコンタクト外したのであ全然見えてないいや見えてるけどそこまで私悪くないからその見えはするんだけど裸眼ですあれそうで目赤くなるか不安だったんだけど全然大丈夫だった目開けられたんですよそうそうだしこう潜ってスイーみたいなやつもできたしでもね最初難しかったあれすっごい練習しました飛び込むシーン終わってからそうそうなんか水浮かんだりとかあと潜ったりとかめちゃくちゃ練習しましたよでもね上手にできました上手にできました泳げたいやよかった泳いだのいつぶりだよって感じ中学生ぶりとかですよ、うん、そうさすがに練習しましたね楽しかったですよでもそう服着てたから水着じゃないからなんか浮くんですよ浮くのよ、うん、だからね潜るの本当に難しくてでもすごいレクチャーしていただいてねそう泳ぎの達人みたいな方がいらっしゃったので、うん、レクチャースタッフさんにレクチャーを受けて浮かんだり潜ったり楽しかったですなんか今回の MV はその学校ではなんか味わえなかった青春みたいなものを味わえましたプール入ったりとかそうなんかバスケしたりとか、うん、そうよかったすごい制服着たかったからさ個人的に嬉しかったんですよ、うん、ねで海のシーン海のメンバーでこうコンデジで取り合ってたシーンはあれは大学生私たちが大学生の設定なんですけどなんか私は大学何生を味わったことがないからあこんな感じなんだと思ったよかなんか服装もさ結構派手めな大学生だったよねなんか結構ちょっとおへそ出てたよねよかったねみんな見れて嬉しい
私の衣装おへそ出てた。うん、そう、あの一瞬のラジオの文化放送の一瞬のラジオの時にちょっと話したじゃん、そう、衣装もすごかったっていう話をしたんですけど、あんな感じでした。で JK になって、大学生になって欲しかった。そう、露出してました。そうそう、これのことだったんですよ。うん、そうなんですね。でも今回のシングルもこうやって実際ロケに行って、今回は柏崎でね、たくさんの方に協力していただいて、ミュージックビデオもね作っていただけて本当にありがたいですね。うん、そうなんです。あと最後は花火したりとか、花火のシーンもありましたよね。いやー本当に幸せです。うん、青春。髪型はダンスシーンのあの編み込みハーフアップは自分で決めたんですけど、その大学生の時、あ、JK の三つ編みも自分で決めたし、でも大学生のあのシーンの髪型だけはメイクさんに決めていただきました。なんか自分で決められなくて、そう、どうしようかな。でなんか衣装を見てもらって、こういう感じなんですけどどうしたらいいですかって、うん、あ、ちょうどこれだわ。で、ね、この髪型だったね、似たような感じだった。これ編みたらしみたいな、ちょうどこれでした、ね、ちょっとコンタクト外して、なんか目が、そうだから私裸眼でも見えるんですよ。だからプールのシーンは大丈夫だった。ね、そう、あと走ったね、めちゃくちゃ海沿いを走りました、3人で。え、なんか、あ、見えない、なんかめっちゃ傷できてる。いきなり、え、どうしたんだろう。パフォーマンスしてどっか切っちゃったから、なんか手首が切れてた。怖っ。分かんない、衣装に引っかかっちゃったのかな、今日全然気づかなかった、パフォーマンスしてた。そう、今日のパフォーマンスは、そう、はるかがあのちょ怪我しちゃって、そう、心配だよね。なんかパフォーマンスははるかは今日は参加しなかったんですけど、うんね、一瞬の花火も、あと涙が枯れるまでそばにいるも、今度はみんなでね披露できたらいいなんて。そうだから、はるかのパートも2人で歌う感じでやらせていただきました。うん、あ、そうだ、ちょっと、あ、あとあの話変わるんですけど、そう、今日告知があったの
のですが、あの皆さん見ましたか、なんと今週の土曜日に放送されるガタチューブで、なんと MC の代打アシスタントを、そうアシスタントを務めさせていただきます。今週杉山アナの代打で、え、そうなんです、だからそうなんですよ、あの師匠のアシスタントジョイさんのと MC 進行をさせていただく、これすごいことなんです本当に。え、そうなんです、もういやーこれすごいですよ、え、もう本当にびっくりしましたね、任せていただけるなんて、もう本当にすごい、あーすごい経験になりましたあれは、うん、そうなんです、いや、そう発売日の今日に、今日告知だと思わなくて、いや嬉しかったです、そう本当に嬉しかった、しかも今日告知されたのも嬉しかったし、いや皆さんぜひ見てください、そうなんです、じゃあちょっと今日はリリース日なのでちょっと匂わせなんですけど、今月じゃない9月、来月にですね、とんでもない告知があって2つしいです、もうね震えます、この2つはどっち なんかもう違う方向から、あのもう うおーみたいないやーこれはすごいです、震えます、震えちゃう、震えるで、震えますね、これ心臓止まると思いますよ、号泣しますよ、来月かな、はい、になると思うので、ちょっとなんか目が赤くなってきた、痛い、目が痛い、お待ちください、告知を、はい、心臓を止めますびっくりだろうな、もうびっくりですよ、私が一番びっくりしました、これダメだよ心臓止まっちゃう、でもそのくらいのびっくりさですびっくりレベルマックス、なんですけど、そうですね、やっぱり無事に今日を迎えることができてよかったです、うん、よかったね、ほんと、まあ、いろんなこう今回リリース期間で取材とかを取材していただいたんですよ、もういろんな媒体さんに、うん、でこうセンター、初センターどうですかとか、いかがですかとか、うん、聞かれることも多くって、でこう改めてなんだろうな、うん、本当になんかこのポジションをこのタイミングで任せていただけたことが本当に嬉しかったし、
ここまでね、同期とか先輩の卒業もあったけど、なんかね7年目でこういう本当に素敵なポジションをセンターっていうねをいただけて、ここまでそう本当続けてきてよかったなっていうのが、うん、すごい今の素直な気持ちっていうかだし、いやみんなに言いたいのがもう本当に私をここまで連れてきてくれてありがとうございます、改めてなんですけど、うん、そうなんです。本当メールにとかインスタに書いた通りで、こう私はみんなが用意してくれた舞台でを、まあ、全力でこなしてるつもりではいたんですけど、ね、まあテレビのお仕事もだし、まあ、全部ですね、劇場公演とかもう本当に、ね、みんながいてこそのものなので、うん、だからみんながくれたポジションです、センター、ね、トリプルセンター、うん、そうなんです。だからうん嬉しかったし、でもこう今日リリースを迎えてすごい嬉しい気持ちも、もうすごい本当に本当に嬉しい嬉しい、自分がねセンターの一人を務めたこのシングル無事にリリースできたことすごい嬉しいんだけど、でもここで終わりじゃなくてまだまだもうこっからだなっていうのも思ってて、そうね、今回トリプルセンターっていう形だったのは、うん、これはもう次これは次なんか次へのまたなんて言うんだろうな、次への試練というか、私にはまだねもう一個叶えたいことがあるので絶対にこれはもうちょっとメールには濁した感じになっちゃったけど、ちょっと発売日に言うのもあれなんですけど発売日に言うのどうかと思うんですけど言いますね言っちゃいます。もう次のシングルは私は単独で立ちたいです、センターにはい、これは次は私が単独で立つ、うん、はい、もうねえあのまた目標ができました、もう本当ありがとうございます、また次叶えたい目標ができた私には、すごく燃えていますそうだよ、まだまだ、頑張ります私は、はい、ここで本当になんかね今日もみんなで過ごしてみて MV の撮影もだし、いや本当に NGT がもうどん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 大好きになる、 NGT のことが、この間も、まあ、サマー公演
は全員で出演だったから、みんなでね過ごす、全員で過ごす時間も多かったんだけど、本当にこのグループいいグループだなって、うん、みんなのこともっと大好きになるし、うん、NGT への愛が増すばかりです。そうだからこそこの大好きなグループでもっと頑張りたいってすごい今思えているので、なので痛いな、いますけどまだまだよろしくお願いします。盛り上げましょうね。10枚目シングルいっぱい披露したいな。公演もしたい。あ、そう、劇場でのお渡し会も決まりましたね。ありがとうございます、嬉しい。いや、待ってました。そう、この間、昨日か、昨日だ、昨日は東京の方で、はい、あの店舗周りとあと渡し会もさせていただけて、めっちゃ楽しかったの。だから劇場での渡し会もぜひぜひ待ってます。本当にいいよ、あれ握手会思い出しちゃった。なんかそうそう、お渡し会、最初は自分が想像してたお渡し会じゃなくて善悪みたいな感じでした。3人1グループみたいな感じで、うん、そう、私さ、てっきりなんか勝手にお米の渡し会を想像してて、そう、一人一連ずつあるのかなって、ランダムでこう誰に来るかみたいな、誰に 渡されるのかみたいなシステムだと思ってたんですよ、直前まで。そう、そしたら違って善悪みたいな感じでしたね。なんか劇場の渡し会はどうなんだろうね、あんな感じなのかな。4期生のも多分で同じ感じなのかし、ちょっと その辺はまだわからないんですけど、そうそうそう、ね、でも楽しかったです、渡し会。そうそう、なのでまあ積もる話はおしゃべり会で話そうね。そう、あとですね、あ、そうだ、10月の、あの9月は9月のハイブ、14日のハイブは1部から6部浴衣で、7部アルビのユニフォーム着て、8部私服、ここは決まってたじゃないですか。で10月なんですけど、あの流通センターの5日は決めました、1部から3部コスプレします。キャー、1部から3部コスプレして、4部から8部私服着ます。コスプレ見に来てね何しよう。そうだよ、ハロウィン近いしね。ちょっとどんなコスプレにするかはちょっと決めてます今、うん、何にしようかなって迷ってる、うん、来てください。5日は1部から3部で、で6日は6
6日ね、6日はその5日で前半の部にやるから、6日は真ん中の部もありだなって思っていて、1,2,3,4,5,6、うん、10月6日なんですけど、1部から3部私服、4部から6部コスプレ、別のやつね。で7部8部私服のとなったにします。決定。コスプレ2種類やります、東京で。キャーはい、ぜひ見てください、見に来てください何やろう、もうコスプレ大丈夫私やってでもね、安心してください、新潟でもちゃんとやりますからそうちょっと11月17大釜のは、あの生誕ティーは着たくて、そうだからね、ちょっとね耳つけちゃおっかなって思ってんのよ、大釜、11月の大釜は耳そう、生誕ティーは着たいから、なんか耳つけてなんとなくイメージで尻尾つけたりしよっかな、ちょっと自分で言っててめっちゃ恥ずかしいんだけど、恥ずかしい、あ、耳生やす、行かないとだねこれは、そう耳、そう生誕ティーに耳生やす、尻尾生やす、私頑張る、うん、そうだね、何にあんかな、11月は誕生日月だし、何にあんが出てきちゃうかもしれない、うん、尻尾が見えるかもしれない、もしかしたら、ナナニャンの部を作ってあげてもいいよ欲しい、ナナニャンの部たまらん、いいよ、ナナニャン、欲しい、いいよ、わかったみんな喜んでくれるな、ナナニャンが登場するかもですね、何部にしましょうか、そうだから大釜は1日生誕ティーは着たくって、そうだからナナニャンは そうだよね早めに死にたいよね、そりゃナナミの部、7部と3部猫現る、うん、ナナミでいかがでしょうか、2部、うん、そう、まあでも生誕ってまだデザインもまだ来てないから
決めました。いきます。はい、じゃあ10月の5日は1部から3部コスプレして、4部から8部私服着て、で翌日の6日は1部から3部私服、4部から6部コスプレ、7部と8部私服で、11月の大釜17日の大釜は1日生誕 T は着たいで、3部と7部にななにゃんがやだ3部と7部にななにゃんが登場します。よろしくお願いします。ぜひ。恥ずかしい。もうでもみんなが喜んでくれたらノリノリになれるから、本当に喜んで。あー恥ずかしい、もっと恥ずかしい。自分で言うのが本当に恥ずかしいんだからね。ね、生ドルでもナナニャン出てきたから、みんなにも見てもらう。そう、生誕 D のナナニャンです。お待たせしました。ごめんね、遅くなっちゃって、ごめんなさい。はい、ノリノリで来てください皆さん。でもよかった、決まって。でも私尻尾もつける。なんとなくイメージつきました。でも一日生誕 T だから、なんかいろいろコーディネートは変えたいなと思ってる。よ、なんかめっちゃ右目赤いんですけど、気にしないでください。あまり、目赤いよね、たまになるんですよね、急に赤く。あ、そう、あのね、昨日昨日来月着る浴衣が届きました、無事に。なので楽しみにしててください。ハイブで着る浴衣が届きました。で、もうちょっとしたらオンライン、7日のオンラインで着る浴衣も届く。そう、2種類です。いやー楽しみ、浴衣も。なので、はい、もうね、ちゃんと注文してあるので、どっちも2着雰囲気違う感じなので楽しみにしててください。浴衣着れるの嬉しい。いや、この間のあのオフライン、ハイブのオフラインで結構浴衣着てるメンバー多かったじゃん。でそれ見て、メンバー見て、ああ浴衣早く着たいなって思ってたから楽しみ。そう、あと9月のそのハイブで着る私服ももう用意してあるので楽しみにしてください。もうね、おしゃべり会でね、私服選んだりするのとか、髪型何にしようって考えるのとかも超楽しくて。そう、やっぱね、この間のオンラインもだけど、本当におしゃべり会が大好きすぎて、うん、楽しいよね。なんだろう、もう最高。なんかおしゃべり会もっともっとやりたい。そう、すっごい楽しい、す
楽しい、もうすっごい楽しい、おしゃべり会大好き、おしゃべり会大好き。うん、そうなの、みんなが優しいし、なんか話も面白いしね。だから今回は昨日渡し会もあったし、今回のシングル劇場での渡し会も控えてるし、なんかすごく楽しみなことだらけ。ね、10月も9月も10月もあのフェスとかもありますし、そう、輝きフェスもうすぐですね、もう出演させていただきますし、10月にはあのブースティーのフェスもあるので、あれも2日間あって楽しそうですよね、うん、あ、そう、サイン入り生写真はちょっと、そうなんだよね、みんな気になってるよね、あの宛名の件はちょっとあのそうなんですよ、私も思ってて、それはうん、ちょっと待っててくださいね。ね、そこ重要ですよね、わかるわかる、だよね、絶対に確認したい、それは私も。ちょっと待っててください。うん、結構ツイッターでも流れてきた、だよね、重要だよね、ごめんね。あ、そうだ、アットジャムのメンバーも発表されてましたね。そう、実はアットジャムの公式でメンバー発表されていて、アットジャムも出演させていただきますますし、その48グループのメンバーも発表されてましたね。会えるかな会えるかな、お友達に会えるかな。そうなんです、と輝きフェスもアットジャムもこの間のティフサマステと同じメンバーで出演させていただきます。ね、本当に来月もすごくフェスだったり、あといろんな情報解禁もあったりして、で公演もあるし、うん、楽しみです。もうあっという間に誕生日が来ると思う11月なのか、うん、なので一緒の花火いっぱい聞いてほしいですし、 MV もたくさん見ていただきたいですし、あと2ヶ月で24歳だし困った、24歳。そうでね、明日がね久しぶりのお休みでそう、明後日はまたお仕事なんですけど、明日29だもんね、30がお仕事またあるんですけど、もうね寝ます、いや寝ますね、寝かせていただきます、午前中は寝たいなそう、ここ1週間か、結構毎日朝早のお仕事もあったりしたので、うん、寝るね。でも SNS も絶対やるから、出したいショットもいっぱいあるし、寝ます、泥のように眠ります、今日が終わったら。休む、ありがとう、優しい、みんなゆっくり休んでね、だって、うわー優しい、ありがとう、本当に休みます、うん、
やばいやばい、なんでめっちゃ急に止まったんですけど、ごめんなさい。なんかショールーム止まるよね。ちょっと休むの早い、まだ休んでないから。じゃ最後まで、今日はあの12時まで付き合ってください。皆さんあと5分だね。ランキング読もうかな、そろそろ。こんな急に休むことある？ランキング読みます。じゃあまずは73位からいきますね。73位、天使の分け前、ありがとうございます。13位、ビッグフレンド、ありがとうございます。12位、デウス、ありがとうございます。11位、カズー、ありがとうございます。10位、リョウスケ、ありがとうございます。9位、セッテンガー、ありがとうございます。8位、フーカ、ありがとうございます。7位、ノリノ、ありがとうございます。6位、タカノン、ありがとうございます。5位、みちおちゃん、ありがとうございます。4位、ハル、ありがとうございます。3位、スキャット、ありがとうございます。2位、日焼け、ありがとうございます。そして1位、みったん、ありがとうございます。はい、今日はもうとっても幸せなリリース日になりました。改めまして、一瞬の花火を末永くよろしくお願いします。頑張ります。今日はゆっくり寝ます。ありがとう、ちょっとこんな遅くまで皆さんありがとうございました。じゃあ寝ますね、ゆっくり、ありがとう。また配信します。ありがとう、おやすみ、またねー。